はいどうもー、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。では毎日頑張っていきましょうということで、はい、サブです。はい、トミーです。ということで、嬉しいんじゃない？そうそうそう、食べちゃダメだよ、うん、企画台無しになるから、うん、はい、ということで今日はポコダンっていうね、ちょっと本当に見てなかったわ。食ったか食ってないか、うん、手は、うん、いや、じゃあ食ったじゃん。食ってない。まあまあいいっすわ。ちょっとポコダンっていうね、アプリやったじゃないですか昔、うん、それをちょっと久々にやろうかなって思って、うん、バレンタインコラボをやってるらしいんですよ。はい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 。で、この中のちょっと街並みが変わってるわけですよ、うん、で、前やってさ、結構楽しかった、うん、めちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか、うん、はいはい、大丈夫？大丈夫でしょ。ガチャをやろうと思うんですけど、うん、まあ、ただガチャやっても、うん、なんか俺らが楽しいだけになっちゃうから、まあまあそうだね。バレンタインデーにちなんでまずパフェを作ります。確かに確かに、いいね。で、パフェ作るんだけど、まあ、ん？何何？ん？いや、はっ！って言おうとしたよ。なんで？ダメだよ。めっちゃ怒るじゃん。罰として食うし俺がダメな時食うし。いや、もうちょっといい、うん、ガチャをやって、このバレンタインデーコラボの特別なやつ、うんうん、が出た時に、うん、プラスしてそのトミーが好きなフルーツを入れていいよって。なんかこれの選択権がそのガチャでいいのが出たから1個入れていい。だから10連ずつやろう、うん、なるほどな。チョコとかでフルーツとかのやつだね、うん、なるほどね。チョコレートはいかが、うん、チョコかなんとか、うん、純連心佐々木小次郎。佐々木違うよ。俺これ見た方がいい。あ、なんか、あ、なんかちょっと金だぞ。これ多分演出じゃない？うわ、絶対来たわ。来ましたね。すごいね。あ、来た。はい、来た。虹色。これじゃない。できる。でも俺毎回やってんだよね。違うな。違うな。いやでも強いだろ。ん？強くね？いやでも虹色あるだけでも。まあ、それはね、絶対来るから。絶対来るからな。安心していいか。何のフルーツにするかちょっと決めたいでいいですね。うん、はい、ラストこれね。おーおお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 おはい、あーい、あー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 、めっちゃ来たぞ、めっちゃ来たぞ。なんでなんで、うわ、当たった当たった殴ってる間に当たっちゃった。え、これ今何で当たった？ほんと？あ、虹じゃないじゃん。あ、2個当たった。なんで？すごい。じゃあ、虹じゃないんだよ、当てたんて、お前。いや、なんで図書館じゃないんだから図書館だったら合ってるよ図書館じゃないよいや、お前3つ当てるよ。おい、違った。いや、強いのではあるんだろうねすごい強いのではあるんだろうね。え、やばっ、まあ、同じの。おお、うわ、何個当てた？3つ？いや、違う、1、2、3、4つ当てた。4つ当てた。いや、全部何その力よかった、砂糖ついてる方がいいんですよ、やっぱ。マシュマロとかどうよ。いや、待って待って、グッてやんないでめっちゃ怒った待って、花火作ってる人と同じ動きしてるあ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんか絵的にはいいぞ。生クリームは人を幸せにするって俺はもう、いや、ずっと昔から常日頃提唱してるからな。そう、常日頃から言ってるわけだから。いちごとかそういうフルーツ系じゃない？そう、上に乗せたいね、プリンとかね。じゃあもうちょっといきますよ、うん、いや、そうじゃないじゃん。今からバレンタインイベントをね、やっていこうと思うんですけど、バレンタインポイントを集めれば集めるほどなんかいい、なんかものが手に入ったりとかいいことが起きるらしいんで、はい。
やってきます。どうなんだ、これ結構難しいんじゃないかな。来ましたね。いきますよ。いや、めちゃんこ強いぞ。多分一撃のやつだと思う。あ、で、バレンタインのあのハート技みたいなやつがあるわけね。なるほど。いや、もうこの人にそんなやんなくていいでしょ、こいつも。絶対通しただろ。はい、フロア1クリアしました。おしよしよしよし。フロア2。お、めっちゃ繋がるじゃん。これいいでしょ。うん。こいつにこう。大丈夫だろう。うわ、強っ。範囲が広いね、なんか、うん、ちょっと相手強いからちょっと助けて。これ合ってるよね、やり方合ってるよね。前より強いじゃん。うん、前も絶対勝てないやついたよね。にしても強いんだけど。来たボス出現。じゃあ青で。青は多分ね、強いから。お、来た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 。え、こんだけしか減んない。やばいって。なんかお菓子のお家みたいなやつ戦ってんな。うん、こっち持ってるわね。勝てんじゃんじゃないよ。できてないよ。あ、スキル使いました。全体に食らわせるやつ。ああ、そうだこれ。信頼できるわ。はい、フレンドの水タイプのやつ使いますね。水属性のやつ。あ、面白い。こいつがやったら、あの、地面を赤色のやつを黄色に変えれるのかなって。それめっちゃ強いな。それめっちゃ強いな。これでも、これが黄色の効果ですよ。来た。倒したんだ。すごいすごいすごい。これすごいよ。来た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 、うん、よいしょ、いいね。もう一回。素晴らしい。あ、相手攻撃力下がってる。え、見て、強そうなことする。あ、こいつ使うか。バレンタインのやつ、こういう感じになってるよ。あ、超倒した。え、おいしい。な、ちょっと、あな、ブレイブリーチェーンっていうのを見たわけ。あ、ブレイブリーチェーン、超強いな。ブレイブリーチェーン。あ、倒しました。すげー。え、ラッピングクッキー、これもダメ、頑張ってたから俺。あ、そう。あ、お菓子ポイントで、お菓子ポイントっていうのがどんどん集まってって、それが集まれば集まるほど、なんか、いいものがもらえるっていうイベントだった。なるほどね。ちょっと散々やってみましたけど、うん、まあ、また前やったのとちょっと違う感じの、俺の中でそのマスを変えれるのが超強いなっていうのがあったね。うんうんうん、あ、確かに。色変えれるやつね。うん。で、このバレンタインイベントっていうのが、2月7日の15時から2月20日、20日の23時59分までやるらしいです。バレンタインコスプレガチャっていうのも、あの、同時にやってるみたいで、2月7日の12時から2月17日の11時59分までやってるそうです。で、その期間中は二次決勝が毎日一つずつもらえる。うん。らしいです。あと今回も、あの、ポコダンやらせていただいたんですけど、なんか、イベントがなんか毎回盛りだくさんのイメージある。うん。ガチャめっちゃ当たるね。本当になくなってきたね。うん。なんで、ちょっと、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。はい。で、概要欄に、あの、URL 貼ってあるんで、うん、そっちからちょっと見てみてください。はい。以上、今日の水溜りボンドでした。はい。ぜひチャンネル登録してください。はい。また明日、ありがとうございます。